5番の長崎の野口のぞみ、3連単でも野口今日は人気の一角になっています。最高峰7番車神奈川佐藤明子、地元戦決勝に乗った佐藤がまず短期動いて1コーナーを回ります。佐藤明子が2番手まで上がって先行体制、マシも2番手に7番佐藤です。ファンリース戦が3番手1車引いています。佐藤美奈4番手で4番のグロ、誘導との車間が空きまして誘導は引いています。ペースが一旦スローに落ちています。マシも先頭で7番佐藤明子、じわりと上がったファンリー戦、4番グロ、後ろ1番車の佐藤美奈で3番車の荒川光、最後方5番の野口のぞみ、今度は4番車グロが外を上がってくる、踏み上げてマチルドグロ、さらには地元の佐藤美奈です。佐藤美奈今日も積極勝負先行します。3番荒川光2番手、4番のグロが3番手で、あとは外6番車ファンリー戦が上がってくる、ファンリー戦2番手佐藤が先行を粘る、荒川光2番手、4コーナー回ります。佐藤先頭だ、先頭佐藤粘り込みました。2番手4番のグロ